ダリアです。ゆめかです。ピンクガテティーウィ始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は何でしょう。何ですか。聞かされてないんですよ。なんかさっき動画やった後に、うん、もう一個撮るよって言って、もう一個撮るよって言われて、何ですかって言ったら内緒。そう何ですか。さあ企画発表しますね。今日の企画は抜き打ちカメラロールチェックです。映画本当にやばいよ。検索履歴の時もそうですけど、うん、ゆめかやばいですよ本当に。カメラロール。え、待って、アリアはやばくないよ絶対。絶対やばい。お互いに携帯と、え、なんで、やだやだやだ、本当にやばいよ。だって、え、それはやばい。どっちからやる。アリアの、じゃあアリアの携帯から。アリアがストップっていう感じで、ゆめかがバーって。いきます。ストップ。あ、いいなこれ。新幹線の写真。あ、でもだいぶ前だからいいよね。切符の写真ですね。切符の写真。いちいち切符確認しなくて、スマホでね、見て座れるように。え、うん、違いました。違う違う。新幹線乗ったら写真撮って、ね、新幹線乗ったよって。うん、あ、違うね。あと、え、じゃあ何枚やる？何枚ずつ？15ぐらい。3枚ずつだ。え、すぐ終わるよ。じゃあ5枚で。5枚。じゃあ今1枚目ね。アイマスク、お風呂上がりかな。猫のアイマスク、お風呂上がり。ストップ。ストップ。あ、いいじゃない。なんか自撮りなんだけど。いいじゃん。あ、かわいい。かわいい。いいんじゃないでしょう。8月2日ですね。夏。夏。めっちゃ夏じゃん。めっちゃ夏。覚えてるよ、これ。覚えてる。え、これ3枚目。じゃあ、あと2枚。やばい、キモい。なんかめっちゃめっちゃドヤ顔なんだけど。やばい、撮ってる時とかインスタとかで見ると大丈夫なんだけど、あの、違う、友達として見るとね、面白い。いつもふざけてる。ふざけてるのこれ。めっちゃ面白いこの辺の。ちょっといい、普通にいいけどね。これめっちゃ面白い。全部この顔だよ。かわいいかわいい。じゃああと1枚ね。あと1枚。恥ずかしいね、こういうの。ストップ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。爽やか爽やか爽やかな写真ですね。爽やかでした。よかったよかった。爽やか。はい、ひめかはやばそうだな。ひめかやばいよ。じゃあ5枚いきます。やばいやつ。ストップって言ってくださいよ。いきます。ストップ。あ、いいじゃん、イルミネーションだよ。これは友達です。同化してます。あ、動画します、ね、動画してます。友達と学校帰りに行きます。え、かわいいイルミネーション。はい、では行きますよ。ストップ。あー、これはダメ、本当にそういうことダメ。じゃあもう一回、もう一回行きます。あ、もう一回行きましょう。ストップ。あー、かわいいじゃん。あー、荒らしたいですね。え、でもかわいい。結構事故がね。じゃあ一個ずらす。これは、いや、そっちでいいよ。え、この服かわいい。こちらの姫香さんのドヤ顔でございます。いい。え、このイヤリングかわいいね。え、それのネックレスもかわいい。え、これ何枚目？2枚目。次3枚目もね、姫香さんのお写真。3枚目いきます。ストップ。ブレてる写真です。あ、これは景色かな。あ、それもさっきと同じ友達かな。エモいみたいな。あ、さっきと同じ友達と歩いてて景色が綺麗で撮ったかもしれない。夕焼け小焼けですね。夕焼け小焼けです。では4枚目いきたいと思います。ストップ。あ、ダメ、友達の小さい頃。じゃあもう一回。ストップ。おー、美味しそうなお肉食べてますね。焼肉です。いいかね、一番好きな食べ物です。4枚焼いております。同時に、ね、1枚大きいやつ焼いておりますね。9月19日だったんですね。いいですね。次5枚目。5枚目最後ラスト。結構後でストップっていう。ストップ。おー、かわいいじゃん。なんかウィンクしてみよう。やめて、本当に嫌だ。かわいい、かわいい、姫がかわいい。あれだよね、自粛中家で何してるみたいなインスタ用の写真。あー、ジルスチャートのリップだ、かわいい。うん、5枚目は姫がさんの自撮り。
なのかな、はい、緑でした。じゃあ面白いのを見せていきたいと思います。面白いの、できるだけ最初の方の写真にしよう。最新最初ええかな。なんかその写真で見つけたやつ一回見せて。え、ねえ、それアリアじゃん。え、ダメ、いいけど、これ可愛いじゃん、だってアリア誕生日の時だ。そう、アリア、あのケーキ美味しかった。美味しかったよね。うん、え、いつ2018年6月10日2年前、12歳の時の写真ですね。次アリアのいい写真。そう、すごく前の3年ぐらい。やばい、絵のこれちょっとキモい、キモいからやめてたらって。あ、こっち、こっちでいいや。え、かわいい、なんか赤ちゃんみたい。これも3年前なんですけど、はい、こちらです。おかっぱですね。うん、おかっぱでなんかぎこちない変なポーズをしております。3年前です。じゃあ次姫からの写真ね。ね、アリアばっかりなんだけど。いい、これはいいけどさ、アリアばっかりなんだけど。ほんだよ。じゃあ姫かの見せるよ。アリア姫かのあるかな。あ、これはやばい、ブス。アリアもブス。え、これでもこれ楽しかったくない、この動画。楽しかった。見せていい。いいよ、見せていい。はい、この時の動画ですね、覚えていますか皆さん。かくれんぼです。かくれんぼですね。ひめかたちが自首した。でも何時間も隠れてたから、うもう絶対見つけられないと思って自首しに行って、雨に濡れてまで隠れてた。そう、めっちゃ濡れてたの。そう、自首しに行ったら前髪ぐちゃぐちゃよ。そうじゃあ次ひめかた、じゃ動画にしようかな。え、ね、それはじゃあやめてこうね、これにしようかな。あ、うん、それでいいよ。アリアが泣いてる。なんかあれがジェットコースターが怖くてアリアが泣いてます。あーね、読売ランド楽しかったね。楽しかった。最初の読売ランド初めて行った。そんな感じの、ね、いろんなね動画がありますけど、二人の思い出に心に残しておきます。僕たちの4次元ポケット入ったよ。ということで、まあ、皆さんもね、昔のカメラロールを見て面白いものがいっぱい見つかると思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。